はい、どうも、石健です。今日はコロナどんな状況ということでやっていきたいと思うんですけれども、新型コロナの感染者が続々と全国的に増えているということで、一体今どんな状況なの？改めて検査数が増えてるから感染者増えてるの？それとももっとやばい状況なの？というところを見ていきたいなというふうに思います。まあ、具体的にはこちら大きく5つの順番でやっていこうかなというふうに思っていまして、10万人あたりの感染者ということで、新たなこう指標というか、目安なんかが注目され始めているので、このあたり見ていくというところと、高齢者の死亡の割合というところも東京都のデータが発表されたので、こちらについて見た後に、東京都で現在確保されている病床のうち 50% が埋まり始めているという状況について見た後に、沖縄など東京以外の地域なんかでもかなり危機感強まっていますよというところを見た後に、最終的に今後どうなっていくのというところを確認していく、こんな流れでやっていきたいなというふうに思います。はい、ということでまず早速ですが、こちらある通り10万人あたりの感染者ということで、やはり東京の場合は非常に人口が多いので、連日300人超えた400人が見えてきたということが報道されていますが、人口比で見たときにどれぐらいやばいのというところのデータなんかが非常に注目を集めています。ということで、こちらある通り実は10万人あたりで見ると沖縄が1位なんですね。その次に来るのが東京、そして福岡、大阪、愛知など、まあ、いわゆる大都市圏が続くというような状況になっているので、東京の場合当然病院の数も多いというところを考えると、沖縄だったりとか、あるいは愛知、宮崎といったそれ以外の地域なんかでも、これ徐々に緊迫感が高まっているというところが、まず現在の大きな状況になります。ではこの上で、東京において高齢者の死亡率やはり高いというところなんかも注目されています。東京都が6月末までの死者のデータというのを発表したところ、こんなことが分かってきました。まず死者の平均年齢というのが 79.3 歳ということで、やはり高齢者が重篤化しやすい、死亡率が高いということを今までも言われていましたが、やはり80歳ぐらいが死者の平均の年齢というところになります。また大半、死者のうちの大半が糖尿病あるいは高血圧などの基礎疾患を持っていましたということで、このあたりは結構初期の頃から言われてきたことですけれども、改めてこれ日本の場合においても同じようなことが確認されているというところになります。死亡率を年代別で見た場合、90代になると 33.9%、 そして80代が 30%、 そして70代になると少し下がって 17% ということになっているので、やはり従来から言われていたように高齢者ほどリスクが高いというところは、改めてこのあたりのデータなんかでも分かってきているということになります。あ、じゃあやはり高齢者中心で、若者は大丈夫なんだ、若者は軽症で終わるんだということをイメージしている人まだいるかもしれませんが、実はそれについても認識を改める必要があるというところになります。まずこちらある通り、現状で東京都が確保しているベッド数が2400あるんですが、このうち入院患者数1300人というところで、ほぼ半分埋まっているという状況になります。これは7月1日の時点での入院患者数が280名だったことを考えると、非常に増えているということになります。なんとなく7月の前半頃に、いや検査数が増えたからねと、若者中心だからねと、まだまだベッド数空きあるからねと、こういうイメージを持っていて、今でも検査数増えたから患者も増えてるんだよね、陽性者増えてるんだよねというふうに思っている人がいるかもしれませんが、実はそうではない。ベッド数も埋まり始めていて、徐々に全年代にコロナの感染者が増えているというところ、大きなポイントになります。陽性率については 6.5% で推移しているということで、当然 PCR 検査増えても患者が増えてないのであれば、これ陽性率どんどん下がってくるわけですよね。しかしこれずっと 6.5% を保っているということなので、検査数を増やしてもやはりそれに伴って患者陽性者数というのも増えてきているというところなんかもポイントになります。また注意しなくてはいけないのが、感染経路が不明な人、経路不明者が6割いるということになっています。これに伴って一体何が言えるかというところ、大きく2つあるかと。一つは全世代に感染が広がっている、そしてもう一つは感染経路が不明な人が増えているため、追跡、患者の追跡、クラスターの追跡、こういったところが難しくなり始めているというところ、東京に関しては大きなポイントなんじゃないかということが言えます。では一体全国的にどうなのかというところを考えたときに、10万人あたりの患者が非常に増えている沖縄についてがこちらです。まず沖縄についてはすでに病床の利用率が 130% ということで、医療機関をすでに圧迫しているわけです。
東京都が 50% だということを考えると、もうすでに沖縄に関して言うとかなり危機的な状況が近づいてきているということが言えるため、那覇市に関しては100床のホテルを療養施設として確保しているということで、医療機関をより圧迫しないように対策を打ってきているということになります。まあ、こういった情報からも東京に限らず全国的に危機感が広がっているというところ、現状の状況分かっていただけるのではないでしょうか。ということで、現状どのように理解すればいいのかというところ、こちらのまとめになります。まず一つ目、追跡できない感染者が今後全国的に増えていくと、やはり医療機関を圧迫する大きな影響を与えるということで、各自治体、沖縄をはじめ関東圏、そして大阪、愛知など各自治体のトップがこのあたりを非常に警戒しているというのが現在の状況です。またこれに伴って専門家からは、緊急事態宣言をもし出すのであれば、なるべく早いタイミングで出すべきなんじゃないかというような声も上がっています。また8月の中頃にはお盆が待ってるわけです。 GoTo キャンペーンの利用率が思ったより高くないということも言われていますが、全国的に感染拡大が広がっている中で、国民一人一人が外出を避けるようにはなってきています。しかしながら、お盆によって帰省する人が一定度いた場合は、例えば東京から無症状の若者が地元に帰ってしまって、そして地元の医療機関を圧迫してしまう、こういった懸念が未だに根強いわけです。まあ、だからこそ専門家は、もし緊急事態宣言を出すのであれば早く出してほしい、あるいはもし現状でも若者中心、あるいは検査数が増えているからという認識を持っている人がいるのであれば、その認識はすでに過去のものになっており、今後向こう 1,2 週間にかけてより危機感が高まっていくフェーズに入ってきているというところを専門家が強調しているわけです。ということで、改めてしばらくの間新型コロナの情報を少し抑えていましたが、再びこの問題、我々一人一人にとっても重要な問題になってきているので、引き続き大きな動きがあったら追っていきたいなというふうに思っています。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。面白かった、参考になっている方はチャンネル登録、それから高評価もよろしくお願いします。